ご視聴ありがとうございます。ちひろでございます。今日からですね、グループダンジョンの、クエスト、そちらの方をですね、皆さんに、ご紹介するべく、ソロで行けるとこはソロで、ソロではちょっとしんどいところ、まあちょっとギミック的にね、人数がいるようなところとか、もう純粋にね、一人では火力が足りないというところはですね、まあ、ギルドのね、仲間にちょっと手伝ってもらうような形をとって、クエストのね、クエスト内容、結構ね、皆さん、まあ、グループね、ダンジョン、まあ、参加するにあたって、まあ、ノラの人と行くこと多いとは思うんですけども、まあ、そういう方はですね、まあ、クエストをのんびり、まあ、見ていくことがちょっと難しいのではなかろうかと。もう私もそうですね。あんまりまあ、最近ではね、ギルドメンバーと一緒にこうじっくりね、ダンジョンを回るということをしていますので、まあ、最近ではね、そういうこともないですが、まあ、ソロでやっていたうちはですね、まあ、クエストのね、会話なんかを見ていると、もう次に進んでしまうと、他のメンバーが。まあそうすると、まあ会話が途切れたりとか、いうことも、まあありまして、まあ満足にクエストを楽しむことが、まあできずにいたなと、まあいうことなので、まあそのあたりのクエスト内容の、補足というか、補填というか、ね、皆さんにお届けできれば、あ、こんなクエストだったのかと、いうのがこのね、動画で確認できるかと、思いますので、そのあたりをね、やっていこうかと、思っております。というわけで、早速、やりましょうか。うん、相棒はバスティアンに行ってもらおうかと。うん、まあ、タンクキャラなので。どうした？ちょっと、バスティアンでテストしよう。いいぞ。何かあるか？大丈夫だね。バスティアンの音声でちょっと、うん、ちょっとテストします。さて、まあね、ビラテランいらっしゃいますね。あそこでクエスト受けるんですけど、まあちょっと書物、まあいろいろ関連した書物とかもここ結構置いてあるので、まあそのあたりもくまなく、まあ見ていきますので、まあなんだろうな、動画の攻略としてあんまり見るというよりもですね、クエストを補填していく形で、まあ見ていただくのがいいのかなと、まあ、いう感じですね。もう関連性のありそうな伝説の書物も読んでいきますよ、今回は。国団の統計に関する記述。以下は収集したモラグトングの、各覚書の、文書 全文で、デイドラのアーティファクトである国団の統計についての、推測が記されている。まず始める前に、序文を述べさせてもらおう。デイドラ公明ファーラと彼女の信奉者は他の何よりも神秘を高く評価している。このことは時が経てばわかるだろう。ハルミア・スモラにとって知識は力であるが、メファーラは選び抜かれたほんの一部にしか関心を持たない。知識は隠されており、非公開である。メファーラにまつわる、シュッシュの種種のデイドラのアーティファクトにも、この傾向がある。中でも重要なのは国団の刀剣であるが、これについてはほとんど知られていない。トングの記録自体も、金属の中に秘められた価値に関して意見が食い違っている。だが私は知っていることを伝えようと思う。その代わりに、お前にはギルドのために最初の任務を完遂してもらいたい。黄金の花にふさわしい作戦拠点を見つけてくれることを願う。お前の部屋は私の部屋の中でもお気に入りだ。暖かく乾燥している。誰に向けたあれなんだろう。その1、初めてモラグトングがその件に注目した、少なくともここ10年の、注目したのは、我らの仲間、オルンドラスが別の仲間、リビスから奪って手に入れた時だった。リビスは、何年も仲間のモラグトングから隠れて、隠れ家に剣をしまっていた。オルンドラスはどうやってリビスを見つけたのか。彼はその、秘密を墓まで持っていくだろうが、彼の上官のささやきによれば、ウェブスピナー本人が、彼に告げたのだという。トングもその件がメファーラとどのような関連があるのかを知らない。
彼女の姿の延長なのか、彼女の本質がその剣に結びついているのか。だがこの剣は彼女にとって重要だということは我々にとっても重要なのだ。その2、リビスは野心的な魔術師でトング有数の強さを誇っていた。そして彼はオルンドラスが自分の隠れ家から黒檀刀剣を持ち出すのを許しはしなかった。2人の間で争いが起き、オルンドラスがその剣を使って初めて血を流し殺し損なった時、彼はリビスが炎の魔法で自分を圧倒してこなかったことに驚いた。その剣が魔術師を沈黙させたか、マジカの流れを阻害したか、単にマジカを吸収した可能性がある。その3、リビスは戦いの感覚が鋭敏でオルンドラスよりも技に長けていた。だがオルンドラスは黒檀の刀剣を振るっていた。戦いが続いている間に彼が受けた傷は一人でに塞がった。あたかもオルンドラスが傷を受けていなかったのようだった。おそらく黒檀の刀剣の回復させる性能だろう、性質か。その4、リビスの最後の言葉は、我々全員はいずれ吸血鬼になる、だった。オルンドラスは彼が刀剣について言っていたのであり、リビスが恐怖から刀剣を隠していたのは、理にかなっていたと信じていた。最も立派なモラグトングであっても、追い詰められればどんなことでも言うだろうと私は思っている。私はそうしてきた。その後、オルンドラスは剣を、取り戻し、詳細の報告書を上官に宛て、作成し、それから彼らの虐殺を試みた。彼は一人を除いて全員殺した。彼の行動には目に見える理由も動機もなかった。彼が最後に目撃されたのは黄金の花の3階でのことだった。黒檀の刀剣を我らの元に取り戻してもらいたい。オルンドラスはどうなっても構わない。左目の下に傷跡のあるダンマーを探せ。なるほどね。まあスカイリムやってた方は多分ご存知かと思うけども、おるね、黒檀刀剣を手に持つとメファーラから声をかけられますと。でどんどん殺してこいと言われる。その殺した数のね、血の力なのか吸い取った、精液なのか分からんけど、まあ、それが黒檀刀剣の力になるんだと、まあ、自分の力になるよと、まあ、いうことだよね。そのためにだから何の目的もなく殺しているように見えるんだと、はたからは。そういうことだと思うんだ。さて、いろいろ本があるな。なんて読むんだろう。なんとか信者の祈り、当信者、わからんけど。慈愛の神ステンダールの名に祝福あれ。神は知恵と祝福でなんとか信者を強め一つにしてくださる。神は昼に我らの力を強めるため剣と盾 と、剣と盾とで鍛え、夜に魂を強めるためその名のもと祈るよう求める。神は、癒し召使いである我らに、情けをかけ慈愛でを与えてくださる。神の真実の聖なる光は闇の力を取り除き、デイドラの悪鬼に正義の雨を降り注ぐ。栄光が永遠に彼のもとにありますように。ビラからの手紙。この隣にいる人だよね。使える者たち、ついに私たちの時が来た。紡ぎ手の祠の場所が明らかにされ、一握りの愚かで残忍な奴らだけが私たちと彼女の勝利の邪魔をする。だからあなたたちはイリアス聖堂の北西にある谷の下へ集う。網の仲間に加わるために呼び寄せられた。慎重に進みなさい。アッシュランダーたちは、聖堂を襲う。いかなるよそ者も容赦なく攻撃するでしょう。ウィドウ・ビラテラン。このビラテランにこう関係してくる事前のクエストみたいなのも、もしかしたら外の方であるのかもしれないね。ストーンフォールの近いところで。もしかしたらね。ガマイネ・バンドゥ様。挨拶は不要よ。話しなさい。なんかちょっと、マイクの。古くからの話よ。ゴブリンとドゥルーたちの縄張り争い、膠着状態になっているみたい。それが解除されるまでは危険よ。
大丈夫、私のマイクの音声大丈夫だったのかな今まで。何を探しているの？その質問への回答は許可されていない。網の紡ぎ手に導かれてここに来た。知る必要があるのはそれだけよ。網の紡ぎ手？網の紡ぎ手、または秘密の姫メフォーラ、ビベクの守護者、上妙の者の事柄を汚い蜘蛛の巣で紡ぐ者。自分が住む世界のことを何も知らないの？汚い蜘蛛の巣って言っちゃうんだな。自分が信奉している神を。ちょっとまだミラテランと話すのもあと。闇の夜明けのレガー。祈りの邪魔をしないでくれ。何か用なのか？質問に答えてほしい。応じなくもない。とにかく慎重に歩め。この神聖な地で話せることはごくわずかだ。あなたの一団はなぜここに？テラン様に聞け。あの方が目的の共有を選択するのならそれでいいが、あの方の信用を裏切ることはできない。なるほど。お前は何者だ？私は闇の夜明けのレガー、テラン様の土となるもの。あの方を怒らせるのなら私が相手になろう。ここでの目的は？テラン様に聞け。あの方が目的の共有を選択するのならそれでいい。同じこと言うな。他には喋れる人はいないね。蜘蛛の教団の人ばっかりだね。あとはね。よし、じゃあ早速ビラテランと話しましょう。私の探検隊の一員ではないわね。興味深いわ。これは偶然ではなさそうね。あなたが問題を解決してくれるかもしれない。どんな問題？長いこと失われた聖なる祠を探し求めて洞窟を探索しているの。問題はドゥルーとゴブリンたちがそこに群がっていることよ。なるほど。ゴブリンたちは頭の回転が遅いの。狩猟を殺せばあなたを新たな指導者として受け入れるに違いない。それから？狩猟の首を槍に刺して他の連中から見えるところでね。そしてゴブリンたちを率いてドゥルーたちを攻撃する、ドゥルー王が死んだら自由に探検できる。そしてもちろん多額の報酬も渡すわ。分かった。両陣営の指導者を殺そう。ゴブリンは哀れな獣よ。だけど彼らには彼らの役割がある。なるほど。なぜ洞窟を探検したいんだ？命令で言えないけど安心して、正当な理由よ。洞窟への道を切り開いてくれたら報酬を渡す。知る必要があるのはそれだけで、それ以上は言えない。なるほど。何に首を突っ込もうとしているのか知りたいんだ。報酬がリスクに見合わないと思うのなら立ち去った方がいいわ。なるほどね。教える気はないんだと。あなた何者？私たちは疑心トリビュナルではなく、チャイマーの信仰を守っている。ウィーバクが散脱した網の紡ぎ手に仕えているの。ダンマー、ゴブリン、ドゥル、皆が蜘蛛の網に絡まっている。うん、なるほどね。だ、もともとのそのダンマーの信仰ね、メファーラ、ボエシア、アズラか、この3つの、デイドラ校を信仰していると。まあ、そのうちの1つ、メファーラの、教団なんだね、この人たちは。なんだということでしょうな。よし、じゃあ行きますか。どういうセットだったっけな。あれ、ちょっと待ってね。あれがねえな。まあいいか。火をつけろ！燃やせ！勇気が勝利を呼ぶ。いいよ、いちいち言わなくて。中二病か。勇気が勝利を呼ぶ。嫌いじゃないけど。よいしょ。なん、もう離れてくな、こいつら。よいしょ。あいたちは私だ。まだいた。
いしょ。どうしたんだ。ごめん違う、アイテム拾いたかったで、ごめん、あれだ、食事食べてなかったわ。全部やったな。で、原始的な檻、これドゥルー入ってるんだけど、これ開けると行くぞ。ドゥルー襲ってきちゃう別にだから開ける必要はないんですよ、これ開ける必要全くないんですけど、開けてみました。なんかこう宝箱ないかな。こういうところない。よし、じゃあ最初のボス、パックマスターのタズカット。何かあるか。ごめんちょうどいいとこにいつもいんなお前。うん、まあノーマルだからね、大した強さでもない。何か気をつけるべきとこあったかな。タズカット、まあ毒攻撃してくるっていうとこでしょうかね、うん、それぐらいだと思う。ほんと最初のダンジョンの最初のボスだから、そんなになんかギミックがあるみたいなことないはずなんですわ。火をつけろ。バラバラすぎて戦いづらいな。ちょっと待ってね、やりようはありますよ。よし、バスティアンちょっとやってくれ。バスティアン対ドゥルー、どれくらいやれるのか見てみよう。ちゃんとガードしてるんだ、強攻撃に。おーすごい。あんまりスキルしっかり使うの。でもちゃんとガードするんだね。へえ、ちゃんと見たらすごいなお前。さて、ちょっと待ってね。闇の収束っていうセットをちょっと装備しようかと思う。これね、これはね、ご覧の通りです。地面に効果を残すアビリティを栄称すると 60% の減速を与えて1秒の、ディレイの後に敵を吸引するエリアを作成する。生成か。敵は1秒の間気絶し、4秒経過すると 10m のエリア内にいる全ての敵に、2897魔法ダメージを与えて、中心から 3m 以内にいる敵に関しては、5794魔法ダメージを与える。ダメージは対象ごとに 50% 上昇し、この効果は15秒ごとに発動し、武器ダメージと呪文ダメージの高い方に比例して変動すると。まあ、ダメージ云々じゃなくてですね、まあ、吸引するということですね。タンクとしての使いやすさ。うん、まあ、地面に影響する技。まあ、私のこの、両手剣のスキルであれば、さっと一番左の、X ボタンに、設定されてるやつね。これが床かというか地面にちょっとした範囲を、ドットの範囲をマークので、これがまあ床に影響するスキルとして発動すると。じゃあちょっと使ってみましょうか。中央にいるような敵にドンとこうね集まると。やりやすい。燃え上がらせろ。まあ、あとはもうまとまってるところに範囲攻撃を仕入れるだけです。つまりちびまる子ちゃんが始まるぞ。よしと、まあこんな感じで、次のボスね、渦材族長でございます。渦材族長は触るまではあそこにいますんで、
あの族長を倒すと私がゴブリンのトップになると。よし、ゲッバスティ。私もジャック攻撃だけしてよ。よし、マウズ大族長は触るまで降りてこないし、ちょっとこの辺りで、ね、チーズとか。あ、降りてきたちょっとバスティアングやってる間にザコは私が。ちょっとバスティアンそこでやらないでほしい。バスティアンと渦大族長の対マン勝負だけど、ちょっと待って。こっち来い。もっと戦いやすいところで戦ってくれよ。カウント取るか。落ちた。よし来た。DPS が出ねえ何かあるか。ごめん、うん、毎回喋っちゃうな、前とアイテム拾おうとしたらというわけで、渦材族長を倒したので、その生首をここに、うん、そうするとみんなが喜んでる。我こそがゴブリンの王だ。まあこんな感じですな。ゴブリンとは喋れないけども、こっからね、ゴブリンたちはちょっとついてきて、こっからじゃないな。ああ、宝箱だ。この手前にあるときは箱をね、機能するけど、この奥にたまにね、入ってるときあるんだけど、宝箱がね。それはね、偽物。偽物なんだけど、あったりなかったりするから、多分、本当は、宝箱として出してるんだけど、多分、網の奥に入っちゃってるから、網が先に出てきちゃって、触れないってことなんだろうね、きっとね。もしかそれが今治って表に出てきたのかもしれない。ちょっとそのあたりわからない。たまに、あ、重服めっちゃあんじゃん、ここ。たまにここにも宝箱ある、この横の壁際に。新しい特徴が来た。新しい特徴が来た。特徴万歳。で、ここから族長の頭としてドゥルーと対決していくということなんです。ご覧くださいね。もうここが最前線ですね。こっちから手前側がゴブリンの領地で、奥がドゥルーの領地になっている。で、この洞窟、フンガル洞窟を今このね、ゴブリンとドゥルーの覇権争いが、まあ、巻き起こっている。まあ、それをどうにかしねえと、なんだ、紬手のね、教団が、まあ、この遺跡の調査できねえから、なんとかしてくれよ、ということなんです。ここからは多分、この前の4人が、私たちと一緒に戦ってくれるはずなんで。よいしょ。
このゴブリンたちはもう勇ましいからもうどんどん行っちゃうんで、ほっとくとあの敵の攻撃を一身に受けて死んでしまうって。ボスがいるんだけど、ザコたちはこれをあの触ってくれないから、ちょっとアイテムいっぱいだ。ちょっと待って。あ、ヌジーか。すまん。バスティエン呼んでなかった。ゴブリンチームどこ行った。それでやられちゃったのかな、このガッチトゥルーに。私がボスやってる間に多分やられちゃってるね、これはね。残念。で、あっちのボス、クラッタークロー。気持ちがいい。準備はできてる。もうやだ。なんなんお前、近いんだよ。準備はできてるじゃない。もうだいぶ終盤だわ。というわけで、ここえこの先行くと出てくるよ、グルーオのクローグ、あクラブか。よしやった。気をつけろ、そいつは危険そうだ。そうだな。気をつけるのはね、これだけは避けてください。あれだけは本当に痛いんで、多分序盤のプレイヤーさんは。タンクであればガードして、あ、もらっちゃったな。大丈夫ですか。あ、ちょっとマップ広い。やりすぎたとは思わないか。思わない。よし、オッケー。黒弾の刀剣にかけてやったわ。黒弾の刀剣にかけてやったわ。これよ、祠を見つけたわ。先に行ってしまったな、すまん。これは忠告だ。ここから離れて我々と会ったことを忘れろ。なぜ。仕事をしてくれてありがとう。でももうあなたの助けは必要なくなったわ。信じられない。私たちは
紡ぎ手の祠を何年もかかって探していたというのに、この汚らわしい生き物はその上にずっと座っていたというの。もう洞窟安全だぞ。ええ、約束通りにやってくれた。報酬を受け取って。さて出て行って、すぐに。紡ぎ手の祠の秘密を部外者に漏らすことはできないの。なるほど、これが秘密主義なんだね、メパーラ信者の、うん、ここから去りなさい。この扉の先に広がっていることはあなたに関係ない。なぜそう秘密主義なんだ。秘密が紡ぎ手のやり方なの。それにこの祠にはあなたの鈍い頭じゃ理解できない特別な知識が保管されてる。私の言うことが分かった。あなたの力はもう必要ない。だそうです。言い方ひどいね。さてね、フンガル洞窟1、これで終わりなんですけど、まあ別に続きがあるわけじゃなくてね、ちょっとね皆さんにねこれ一つ知識として、持っておいていただきたいことがございましてですね、だいたいねフンガル洞窟、まあ、ノラで来るっていうのは、まあ、ノーマルランダムダンジョンとかね、あの、デイリー報酬が欲しいために、まあ、ノーマルのね、まあ、これですね、アクティビティ検索、ダンジョン検索、ランダムダンジョンね、ランダムノーマルダンジョンね、まあ、これで、まあ、たまたまフンガル洞窟1に当たってくるってこと多いと思うんですけども、だいたい今ね、あの、プレイヤーさん次第ですけども、まあ、タンクさん次第なんですけども、ね、ここまで行ったら、この先の2つのボスショートカットしてもうラスボス直行するっていう道筋が実は1つありまして、それをちょっとね覚えておいてほしい。ここね、この滝からポーンって、まあ、みんな多分降りると思います。でこの滝のこの橋をくぐってここです。ここ。ここね。このちょっとしたくぼみ。ここからよじ登るんですけど、これね、ピタッとくっついた状態でジャンプしても、あ、いけるな。いけるわ。本当はね、あ、まあ、いけない。いけないね。うん、まあ、いけないんですよ。本来ね。なんでさっきいけたのかわからんけど。で、これね、ちょっと離れたとこからね、ちょっと飛びつく。そうすると、まあちょっとここにうまく引っかかるので、ちょっと離れたところからジャンプする、ね。ぴったりくっついたところじゃなくて、ちょっと離れたところからジャンプするとここに登れるんで、ここから登ると。そうすることで、まあドゥルオのクラグと、まあ一気に対決まで行けて、まあノーマルランダムダンジョンがだから、比較的スムーズに終わるよということなんです。これ1個覚えておいてください。これ覚えておかないと急にメンバーが滝に飛び込んでファーッとどっか行っちゃうみたいなことがあるし、あのタンクさんでやってたらDPS がファーッとショートカットしようとしてもう行っちゃって、後についてきてねみたいなことも多分あると思うんで、これ覚えておいてください。みんなショートカットしてここ大体はもう編成クリスタルが欲しいだけですからね、みんなね、うん、なのでまあ一応こんなこともあるよっていうのだけ覚えておいてください。メンバーな友達とね、まあ普通にのんびりやるんであれば普通に回った方が絶対いいです。このゲームを楽しむという意味で、ね、なんか読むものなかったかな、ここは。特に宝箱ちょっと探していきましょうか。宝箱結構あんまり目立たないところにあったりするんで、まあよく見落としがちなのがこの辺り、ここだったりとか、あと滝の入り口のところとか、この辺とかもそうです。なさそうだ。いいね、スクショ撮ろうか。このサムネ用にスクショ撮ろうか。
なかなかフンガル洞窟しっかり写真撮らないかな。いいじゃない、いいじゃない。今日はないね。序盤で結構出てるから多分あんまり後半ないのかもしれないな。なんか出る数が決まってるらしいんで、ダンジョンで箱の数、重服の数。重服っていうのは重い袋ね、ヘビーサックと呼ばれてるものです。あと結構この下にあるみたいなのが多いんで、橋の下とかね。ないな、箱ないですね。箱がありませんでした。何か感じさせるのかな、ここ。彼らはずっとここを見てる。たまにこの上にもあったりする。ないね、ないです。なさそう。入り口へのショートカットする道もここにあったりする。これね、フンガル洞窟に今ここ1なんだけど、もう一つ続きのグループダンジョンが、まあ、同じエリアで、出ます、まあ、ちょっと冒険してたら、まあ、その時にちょっとここ使うことがあると思うんで、こんな道があるよっていうのを覚えておいていただけると多分いいかもしれないですね。こんなとこかな、なんもないね。もう多分序盤で出尽くしてるからない。まあこんな感じで上を通ってくるとね、スタート地点の上にまあ出てくると。何の用？うん、とまあこんな感じでございますよと。フンガル洞窟1いかがでしたでしょうか。